皆さんこんにちは。沖縄県議会議員の花城大輔です。実は今月台湾に3日間行っておりまして、中村さんからですね、その台湾で行った中で、国民保護に関する話をしてくれということでお時間をいただきましたんで、せっかくなのでこの半年ほどですね、この国民保護についての我々の活動を合わせて、報告させていただきたいというふうに思います。まず最初に7月にですね、ハワイの太平洋司令部を訪れました。これは県議会の与野党を混ざった形で、参加をしましたけれども、私が4年前にアメリカの国務省のプログラムで3週間アメリカに7都市回りましたけど、行った時にですね、非常にやっぱりアメリカというところは自国の力というものを大きく見てるなって思ったのはですね、この7都市の災害復興支援に関する施設の中に食料の備蓄がありませんでした。これは自国であらゆることを想定をして、この国民を守るための物資のロジスティックのルートがもう作られてるんだなというふうに思いました。そしてそのこともまた改めて質問をさせていただきました。質問の内容はですね、このハワイの中で自然災害が起こった時の具体的な動きを教えてくださいということでありましたけれども、非常に簡単な説明しかありませんでした。もう明らかに我々はもうすでに準備をして整っているということで私は理解をしました。そしてもう一つはですね、自然災害ではなくて他国からの攻撃を受けた場合はどうなりますかという質問をしましたら、前一番前にいるお二人がですね、顔を見合わせて半ば僕を嘲笑するような感じで、君は何を言ってるんだというような感じでですね、応対がありましたけども、答えとしてはですね、何もしないでしょうねという答えでした。国民保護に関してはですね、と言いますのは、多分に先ほど自国の力の評価ということがありましたけれども、国民を逃がすような余分な力があるのであれば相手の力を無力化することが先決ではないかと、そのようなことを考えているんだなというふうに理解をいたしました。これが7月のお話です。そして10月には熊本に行きました。これは防衛議員連盟という沖縄県のですね、県議会議員のメンバー5人で行きましたけれども、そこで九州沖縄を管轄する、西部方面隊の方面総監の講演を聞く機会がありました。この国民保護に関してはですね、組は方針を持っていません。各都道府県市町村で作ってください、そこに住み暮らす人たちを安全安心に避難させるための計画を作っておいてくださいというのが国の方針であって、自衛隊はここには関わりません。自衛隊は前線に出ていきますから、ここに住み暮らす人を守るのはその都道府県市町村の首長である。なので我々の命を握っているのは玉城デニーさんです。その方面総監の講演の中でですね、かなり踏み込んだ発言がありました。例えば台湾有事、日本有事が起きた際に、自衛隊はこの国民保護に関して一歩踏み込んだ計画をこれから取り組むというお話をされていました。これは国の方針というよりも自衛隊の方針なのかなというふうにも聞こえましたけれども、ここまでの発言をですね、国のトップクラスにいる人たちがやったのは初めてのことだと思います。なので非常に頼もしくもあり、どこまでできるのかなというところでこれから注目をしていきたいなというところでもあります。そして先ほどお話しした今月の台湾の訪問であります。台湾の防衛協会と3時間議論をしましたけれども、あらゆることを想定はしています。でも何か全て包含されているものではないというのが私の感想でした。例えば国内で避難させるときでも山を越えるのがまず難しい、そして国外に出す場合でも輸送が難しい、船舶も難しい、しかも海を封鎖された場合にもうすでになすすべがないというようなところのお話もありました。なので最終的にはこう自国でどうこうというよりもアメリカに頼るしかないのかなというところが私の感想です。そしてペロシ議員でしたかね、議長、ペロシ議長が台湾を訪れたときに中国からたくさんのミサイルが飛んできました。その中で台北の上空を飛んだミサイルも一発
発や理髪ではなかったわけですね。でその際に台北の若い人たちがどうしてたかというと、普通にカラオケに行ってたそうです。この防衛協会の人はひょっとしたら平和ボケと言われるのかもしれないけれども、中国の思惑には乗らなかったというような見方もできるのではないかと。例えば台湾の人が右往左往をして家に閉じこもったり、どっかに脱出をしようとしている、そのようなことがなくて日常の生活をやっていたと。これは中国からしても拍子抜けしたのではないかなという話をされておりました。ただし着弾した場合はどうなってたんだろうということをまた同時にお話をされていましたね。そして我々ができることは、この国民保護について一つ一つ丁寧に準備をしておくことだけでもあるんだけれども、選挙で勝つことがまず大事なんだという話をされていたんですよ。それが今回このような大敗を招いてしまったということが今後どうなるのか、これも非常に注目していきたいというふうに思っています。来月ですね、またこの台湾の経済文化団体の在日の沖縄市支部の方たちとの懇談会がありますけれども、この辺の話も踏み込んでやっていきたいなというふうに思っています。そして最後に沖縄のことでありますけれども、先ほどお話しした通り、我々の命を握っているのは玉城デニーさんです。で、我々自民党はですね、この国民保護について議会のたんびに質問を繰り返してきました。有事の際の沖縄県の計画を教えてください。で、これに対して知事が答弁できたことは一度もありません。答弁はいつもこういう答弁です。そういった事態が起こらないように国に対して平和的外交を働きかけていきます。これだけなんですよ。なので今何かがあったときに多分何もやることがなくなるというのが現状です。雨が降ったらどうしますかという質問に対して、雨が降らないように政府に言いますという、まあそういうことなんですよね。なので非常に今危険な状態が我々の中でも続いているということであります。3日後の11月30日から沖縄県議会もまた11月定例会が始まりますけれども、どうかその内容をもう少し興味示していただいてですね、どのような質問が出て県がどのような答弁をするのか、見ていただきたいというふうに思っております。私たちも一生懸命頑張ってまいりますので、またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。